ピスコサワーはペルーのカクテルであり、ペルーだけでなく、チリでも親しまれている。その名は、ベースリカーである、ピスコと、サワーシトラスジュースと甘味料の成分に関連する、カクテル用語のサワーにちなんでいる。ペルーのピスコサワーは、ベースリカーとして、ペルーのピスコを使用し、絞りたてのライムジュース、シンプルなシロップ、氷、卵白、アンゴスチュラビターを加える。チリでも同様だが、 さらに、チリピスコとピカライムおよびビターズと卵白を加える。他のバリエーションにはパイナップルなどの果物やコカの葉などの植物由来のものもある。ピスコベースの混合飲料の準備はおそらく1700年代にまで遡るとされているが、歴史家や飲料の専門家は今日知られているカクテルが1920年代初頭にペリューの首都リーまで アメリカのバーテンダービクター・ボネー・モラスによって発明されたことに同意します。モリスは1903年に米国を離れ、ペルー中央部の都市セロ・デ・パスコで働きました。1916年に彼はリマにモリス・バーをオープンし、彼のサロンはすぐにペルーの上流階級と英語を話す外国人に人気のスポットになりました。 ピスコサワーは、モリスバーで働くペリューのバーテンダーである、マリオブルーゲットが、1920年代後半に、アンゴスチュラビターと卵白をミックスに加えることで、ペリューのモダンなカクテルレシピを作成するまで、いくつかの変更が加えられました。ありがとうございます。